皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。かみです。今日は、妖怪ウォッチ2、本家に出てくる、本家まんじゅうを作りたいと思います。こしあんです。はい。では、気持ちですけどね、中に入れるこしあんを、の粘土、こしあん色の粘土を、まん丸にして、平べったの黄土色の粘土で包んでいきたいと思います。中身はほんと見えないので、別にこのあんこ色じゃなくても、どんな粘土でもいいかなと思ったんですけど、まあ気持ち、やはり、本家まんじゅうはこしあん、元祖まんじゅうは、粒あんということでね。こしあんの粒なしタイプのあんこを包んでいっております。ちょっと本格的でしょ？でも、見えないけどね。こうやってね、巻いちゃうからね。実際のところ本家まんじゅうは美味しいと思います。ていうか食べたいですね。こしでも粒でもいいのでね、食べたいんですけどね。はい。では、ちょっとゴミがついてたので、取りました。そして、おまんじゅうの形に成形していきます。ちょっとね、上をへこませて、台形型というのかな？で、歯ブラシで気持ちいい質感をつけていきます。これはまあ、なくてもね、いいのかなと思ったんですけど、気持ち、つけております。こんな感じでーす。はーい。ね？気持ちいいでしょ？あんまりついてないから。はい。では、次に、焼き色ですねー。ん？ね、茶色のソフトパステルですね。それを塗っておりまーす。こんな感じで塗っておりまーす。だんだんとね、濃い色に仕上げていこうかなと思っております。今度はね、焦げ茶色の、これね、粘土でしょうか、ちょっと迷ったんですけど、ソフトパステルの方がちょっと焼き色がリアルに出るかなと思って、美味しそうかなと思って、焦げ茶色のソフトパステルで焼き色をつけていっておりまーす。このね、おまんじゅうのこの焼き色最高ですよね。もう食べたくなっちゃいますね。どこか売ってないですかね、本家まんじゅうね。また、あれですよね。ゲームをされてる方はわかると思うんですけどね。元祖まんじゅうと本家まんじゅう、隣同士でね。売ってるんですよ。ねえ。まあさ、そんな余談な話はいいんですけども、こんな感じでね、何回も何回も色を重ねております。ちょっと黒っぽくなっちゃってますけど、結構黒いんですよ。で、3箇所だけ、飛び出て焼き色が出てるところがあるんですね。で、それをちょっと再現したくて、綿棒に、茶色の、焦げ茶色のソフトパステルをつけて、ちょっとポンポンと、3箇所に、こう、はみ出てるような感じにしております。気持ちですね、これもね。で、ちょっと馴染ませております。はい。こんな感じで。筆間違えましたね。すいません。はい。これで、焼き色はできましたので、次に、はい。書いていきます。本という字を書いていくんですが、これね、結構緊張しております。なかなか書き出せなく。もうね、少しずつね、書いていったんですよ。この本っていう字ね、意外と簡単そうで難しいんですよ。ちょっと特徴的な本っていう感じが書かれてあるので、
それに似せて描けるように頑張っております。どうですか？皆さん、妖怪ウォッチ2、本家元祖、されてますか？もう、我が家ではね、毎日のように子供たち出しているんですけどね。いやー、1の時に比べてですね、とってもレベルアップしておりますね。私、1もすごい好きだったんですけど、2も大好きですね。実際やってはないんですけどね。あ、すいません。次はですね、粘土戻りますね。黄土色の粘土を、この本という感じの、こう、なんていうのかな、穴に埋めていく作業をしております。これ、とっても細かい、少しずつ少しずつこんな感じでね、足してつけていってるんですよ。もうね、細かいでしょ？もうかなり、おまんじゅうもちっちゃいので、本という字もすごいちっちゃいんですけど、苦労して頑張ってつけております。粘土がね、ひっついちゃうんでね。そうなんですよ。こんな感じで本という字をつけていっております。長すぎたらこうやってハサミでちょきんとね、切りながら、もう少しずつ少しずつ、埋めていっております。だんだんできてきましたかね。ここね。はい、払いがね、ちょっとプリンプリンとなってるんですよ。上に払ってる感じなのでね。これをちょっと、できるだけ再現したいなと思って苦労しております。そうなんです。で、ゲームの話戻るんですけどね。もう新しい妖怪もたくさん出ているので、もうね、私もちょっと妖怪覚えれなくてね、子供たちとね、よく妖怪合いごっこしてるんですけど、なかなか覚えれない。これ増えちゃってるからね、どんどんね。でもね、どの妖怪もね、愛嬌があってね、可愛いんですよね。獅子なんとか、獅子駒じゃなくてね、ごめんなさい。ちょっとド忘れしちゃいました。獅子のね、なんかちょっと目の垂れたようなね、白い獅子さんがいるんですけど、その子のなんか目もね、ちょっと癒されちゃうんですよね。はーい。じゃあ粘土戻りますね。すいません、前後しちゃいまして。この本のね、左払いというんですかね。この払いがね、うまいこといかなくて、かなり苦労しておりました。これでちょっと納得いかないので、一回、もう一回粘土足しております。はい。そんな感じで仕上げております。で、ヘラで鳴らして、ほら、どうですか？ちょっと再現できてますか？粘土ね、もうちょっとの、綺麗にしたらよかったかな？なんかボコッとなってるね。ちょっとこの辺が失敗でしたが、なんとかできましたー。はーい、本家まんじゅう出来上がりでーす。皆さん食べちゃってくださーい。ご視聴ありがとうございましたー。また見てくださいねー。こんな感じでー。Thank you!